ございます。今日はトントン手ぬぐいでございます。抽選のね、はい。そしてトスコアサの長襦袢に、はい、レースの着物です。昨日は埼玉かお嬢さんとね、二人で旅行の長谷部さんとお会いして、私の行きつけのジャムル系に行ったの。怪しい骨董品が山ほど売ってるリサイクルショップなんだけどね、着物だけじゃなくて本当に骨董品が売ってるんですけど、すごいすごい雑貨感ですよ本当に。すごくお嬢さんもそういう骨董品がお好きで、アンティークな感じが、どちらもすごく喜んでいただいてよかったと思って、よかったよって、本当よかったなと思ったんですよね。だってね、そこをね、空調がもう強くないの、冷房あんまり効いてなくって、だからちょっと暑いんですよ。だからちょっとね、旅から来られた方におもてなしできるようなお店じゃない、普段使いのお店なんですけど、安いと安いっておっしゃってたお嬢さんも、アンティークのそういう食器とか東京だったら何万何千になるのに何百円で売ってるって言って喜んで見られてましたね。幅帯見たり羽織見たりしてましたね、自分長く、本当あんま喫茶店もなくって、ここら辺本当にね、米田コーヒーか星のコーヒーぐらいしかないですけどみたいな、星のコーヒーもつい最近できましたけど、どうされますかみたいな、そんな微妙な感じでしたけどね。でも星のコーヒー喜んでもらえてよかったから空いてるって言って空いてんだよねみたいな。何なんだろうな、あんまりこう、一応一組ぐらい並んだりするんだけど、あんまり並ばないのよね、石川県民ね。なんか混んでたら帰っちゃうから、だから空いてるように見えるのかな。いや、他行くわになっちゃうんだよね結構。なんかね、6月に入ってね、結構時間あるなと思って、なんか5月、最近ずっと何もできなかったから、ちょっと有用しようと思って、いろんな人にも会おうとかってしてたら、実はすごい忙しかったですねはい、今日こちらの、これもね、一重なんですけど、一重のペラペラのやつ、前の格子と違って本当に一枚の、もう浴衣用みたいな感じの半幅帯です。多分博多だと思うんですけどね、もう少々も何もないですね。そして昨日買いました、500円ですちょっと紫でも派手めな紫の帯締めでございます。ここに全然ない色なんですけど、このね、帯がまあこのトントンくんの色とリンクしてるんで、ちょっとね、色が足りないなと思って紫入れてみました、ピンク系のね。このね、ペロッペロの方の一重の帯がいまいち使いこなせなくてないんだし、って感じで終わってたんですけど、今年は、動画も撮っとるしね、使いこなしてみようじゃねえかと思いましてですね、
なぜか6月に使ってみることよね。8月じゃないんかいみたいな。まで今日もこのレースの着物を着ているということは、そこまで今日も実は暑くないんですけれども、まあ帯の中は蒸れやすいのでね、もうこの時期は涼しいに越したことないかなと思っております。はい、弱々しい。あ、できた。これだけやっぱ違うね。ただ着てるだけと、こうちゃんとさ、まがいなりにも動画を撮りながら着てるとさ、帯の扱いも日々成長です。やっぱね、暑くなってきたら一重帯にした方が本当にいいと思いますよ。袋帯はちょっと、小袋仕立ての半幅帯はやっぱ暑いですからね。使えないって聞かれたら使えますって答えますけどね。私もずっと使ってたんで使えますよ、もちろん。ただ暑いなって思う。でもポリエステルの浴衣用の帯より全然涼しいけどね。一番暑いのは安く売ってる浴衣用のポリの帯だと思う。あれはね、エナメルの太いベルト巻きつけるようなもんだからね、感覚的には。だからあのベルトが平気な人はいけると思うけどね。はい、今日はこんな感じです。お、なんでしょうね、この着慣れた感じ。はい、今日はトントン手ぬぐい半襟に、今度これ逆側向けようかなと思ってます。はい、レースの着物にこちらの帯にしました。かわいいでしょ？ 500 円。うん。はい。そしてこちらの。はい。ほら、ちょっとかわいい。派手なの、このね、なんか竹みたいなの入ってたりとかする紫の旅、久しぶりに出しました。あまりにね、紫のこの旅は、イメージが強すぎて、なかなか使えないんですけど、帯締めと足袋を合わせました。はい、それでは今日はこんな感じで過ごしたいと思います。皆様良い一日を。あ、この帯は軽い。はい。